はい、今日はですね、Netflix のドラマ、ファーストラブ初恋ですね。まあ恋愛ドラマですね。Netflix のドラマなんですけども、これについてちょっとお話したいと思います。まあ私みたいなおじさんがですね、こういう恋愛ドラマ取り上げるっていうことでですね、まあ意外に思われるかもしれないんですけども、まあ私もあまり見るつもりもなかったんですけど、ネットで結構高評価の、評判がありましてですね、これちょっとどんなものか見てみたいなっていう、非常に興味が湧きましてですね、まあものすごい評価してる方がいたんで、それでちょっとネットフリックス加入してないんですけど、これを見るためにちょっと加入してみました。でですね、まあ評判としてはですね、日本ですと、ドラマの中で12日間連続1位取ってますね。で、ネットフリックスグローバルのトップ10、非英語シリーズでも第5位と。で、世界の11カ国で、そのドラマでトップ10入り入ってる。で、台湾では7日間1位取ってますよという。まあ、特にアジア圏だと思うんですね、評判いいのが。で、まあ、台湾なんかでも1位取ってたりして、まあ、ここまでネットフリックスで世界で評価得たっていうのは初めてじゃないかなと思うんですよね。まあ、全裸監督とか、今の国のアリスでしたっけ。で、今評判いいのはあったと思うんですけど、多分ここまで海外で1位とかまでは取ってないと思うんですよね。それぐらいのちょっと、そういう評判も聞いてですね、どれぐらいのものなのか、で、何を評価するのかで、ちょっとっていうか、すごく気になりましてですね、なんかあるんだろうなっていうことで、これをちょっと見ようと思いました。で、まずはですね、私がいろいろ話す前に、YouTube のですね、このファーストラブ初恋の動画に載ってた海外の方のコメントをですね、ちょっとまず読んでから私の話をしたいと思います。だからまあ訳した感じですね、ちょっとおかしいとこもあると思うんですけど、ワオウワ、このドラマは間違いなく今年の私のトップ1シリーズのトップになりました。世界中の愛と注目に値すると、見なければならない。私はこれが大好きです。全ての俳優は素晴らしかったです。ストーリー、音楽、そしてシリーズ全体が信じられないほど素晴らしいですと。まあ絶賛ですよね、ここで私の唯一の問題は、若いバージョンがそれらのように見えないことです。古いバージョンに似ている人をキャストしてくれることを願っていますと。で、まあ今の、まあ年取ったというかですね、成長した姿が満島ひかりと佐藤健なんですけど、まあ、昔が矢切理香子と木戸大聖という、まあ、役者なんですけど、ちょっとだいぶ雰囲気が、違うんですね。私もまあ気になった部分ではあるんですけど、まあ、それをどれくらい気にするかですね。まあ、日本のドラマは初めて見ましたが、本当に名作です。これはゆっくり燃えるロマンスのようなもので、何も飛ばしたくありませんでした。すべてのキャラクターに惚れました。私は感情がどれほどリアルであるかが好きです。大好きですと。なるほどね。まあ、海外の方はもう素直に激賞してますね。絶賛してますね。日本のドラマは違ったヒットを飛ばし、雰囲気と景色はとても美しく落ち着いていますと。素晴らしい、美しい日本のシリーズ。私があまり興味のないアニメに焦点を当てるだけでなく、より良い J ドラマ、日本のドラマシリーズを見るために長い間待っていました。日本語の学習に役立ちます。K ドラマも大好きですが、 J ドラマも輝く時が来ましたと。まあ韓国ものもいいけど、日本のものもまあずっと待ってたよっていう感じですよね。私こういうのはちょっと気になったところなんですね。また後ほど話したいと思います。なんという傑作と。このシリーズが素晴らしいのは、単純な初恋だけではないからです。それは子供時代の時、母親の犠牲、20世紀後半の男性であることのナビゲート、分離の影響などについてです。それは9つのエピソードの人生であり、その中で私たちの全ての初恋ですと。まあ、ちょっと翻訳なんでおかしいところあるの、まあ、考慮していただければと思いますけども、まあ、深い、洞察ですね。このシリーズがどれだけ好きかは言い表せません。真の芸術、真の傑作、
すべてのキャラクターが完璧に描写されており、この美しい芸術作品を作成する際に、俳優とクリエイターがどれだけ心と魂を注いでいるかに畏敬の念を抱いています。私にとってファーストラブは確かに2022年のネットフリックスのハイライトですと。このドラマは初恋は死なないという言葉を本当に証明したハッピーエンドでよかった。今年の2022年はもう悲しい結末はありません。軽ドラマでもう十分です。韓国のドラマは私見ないんですけど、ちょっとハッピーエンドってあんまないんですかね。暗い終わり方が多いのかなと。私は1982年生まれで、八重と春道と同じ年です。まあちょっと感じ違いますけどね。北海道の美しい景色だけでも素晴らしいのですが、そこに宇多田ヒカルさんの音楽が加わると、あの頃に戻ったような気分になります。タイタニックの映画を見るシーンや、当時スマホがなかったので留守番電話で話すシーンが懐かしくて涙が止まりません。東日本大震災のシーンもあります。このドラマは日本の25年の歴史を描いています。間違いなく今までで一番好きなドラマですと。これ、まあ一応これも翻訳してあるんで、日本の方じゃないんですけど、まあ日本人のように、まあよく、このドラマを見ていただいてますよね。これちょっと長いんですけど、長年韓国ドラマにハマっていますが、私の心を捉えた最初の J ドラマ、日本のドラマはファーストラブです。誰が最高の演技をしたか、賞を盗んだかを言うのは少し不公平ですが、この素晴らしいドラマを作った全ての作家、監督、俳優、スタッフにお祝いを言いたい。それはうまく実行され、全ての俳優は最高でした。若き、春道ですね、と八重が、過去を懐かしみ、感動と希望を与えてくれるようなキャラクターを見事に演じきっている。私たちが経験したい種類の愛、象徴的なファーストキスがすごく好きで、大人の八重が幼い春道の手紙を読んでフラッシュバックした時の感動がよみがえりました。大人になった春道と八重に恋をした。佐藤健さんと満島ひかりさんに会うのは初めてでしたが、すぐに分かりました。彼らが描くキャラクターは埋められるべき虚無の中に閉じ込められています。若い頃の二人の希望が空虚に変わるのを見えるのは胸が痛むものでした。彼らは昔は同じ人間だったが、今は違う環境にいる。ひかりさんと健が視線を使って気持ちを使えるところが好きでした。再会したタケルの目には絶望と痛みがあり、コインランドリーでのシーンが大好きです。彼が八重に微笑む様子が私を引きつけました。光の目は感情に満ちていて、私のお気に入りのシーンは初恋でファーストラブの演奏中に彼女が春道を思い出すシーンで、とてもリアルで深く感じ、何度も繰り返しました。大げさなジェスチャーがなくても、お互いの目を見つめているだけでも彼らのケミストリーは示されます。ベテラン俳優ならではの演技の奥深さが分かります。シネマトグラフィーも素晴らしく、ファーストラブという曲でドラマを完成させました。2022年の私のお気に入りのドラマ、見てよかったです。私はすでにこのシリーズを3回見ました。それでも抜け出せなかった。プロット、キャスト、音楽に込められた繊細な感情の全てが大好きです。宇多田ヒカルのファーストラブ、初恋はこのドラマの全ての感情をつなぐのに不可欠です。このドラマが台湾のネットフリックスのテレビドラマでトップ1を維持しているのを見るのは素晴らしいことです。台湾では1位ずっとなってますね。これはすごいですね。これは最も完璧で最も完成度の高い日本のドラマです。このドラマから私たちは運命が存在することを学びます。インドネシアではこのドラマがネットフリックスインドネシアでトップ3に入っており、最近このドラマが話題になっています。監督が歌に基づいてストーリーを作る方法が分かりませんでした。小さい頃にこの曲を聴いたことがありますが、その時は歌詞が誰なのか知らなかったのですが、このドラマのおかげでやっと歌詞が誰なのか分かりました。ドラマを3日間で3回も見ました。このドラマは私の人生で一番好きなドラマになるでしょう。まあ、こんな感じでですね、世界中で絶賛されてると、まあ、受け取っていいと思うんですけど、まあ、なんでこれ海外のコメントを、まあ、紹介したかというとですね、まあ、当然日本人の、ね、日本語のコメントもいっぱいあるんですけども、ちょっとまあなんていうか、日本語のコメントはまあちょっと評論家っぽい感じの、まあありきたりのコメントが多かったんで、逆にこの海外の方の感想っていうのは非常に私としては新鮮でですね、
むしろ海外の人の方がこのドラマの何ですか、素直に受け取ってるというか、このメッセージ性っていうのの本質を受け取った、コメントが多かったんで、まあそれを紹介しました。まあ、日本語のコメントは結構いろいろ細かいところについてああだこうだ言ってるのが結構多いんで、そうじゃなくてもうど真ん中の中心軸の感想が私としては好きですね、個人の好みとしては。でですね、まあやっぱりこれドラマ見た方はいろいろ語りたいくなるドラマですよね。で誰と語るのかって、まあ、私みたいなおじさんが誰とこの恋愛のドラマを語るのかっていうことになっちゃうんですけど、まあ、語る相手によってやっぱり内容が変わりますよね。感想を語るにしてもいろんな感想がありますね。で私のですね、まあ一番の感想というか単純な感想を言いますと、あんまり恋愛ドラマとしては見なかったですね。高校時代の、まあ、青春時代の恋愛っていうのは、まあ、これは結構まあ何ていうかありきたりの、ドラマと言っていい部分で、ちょっと私なんか見るとくすぐったい気恥ずかしさを感じてしまう部分があるんで、ちょっとなんか見てられない部分もなきにしもあらずだったんですけど、まあそれはそれで何ていうんですか、甘酸っぱい感覚っていうのはたまに見るのはいいんですけどね。やっぱりこの今のになった、まあ満島ひかりさんと佐藤健さんですよね。この2人がやっぱり第1話でもですね、満島ひかりはタクシードライバーになってて、佐藤健は、ビルの警備員になってるんですよね。まあなんていうか落ちぶれたというかですね、まあ現実の波に流されてしまったというか、それとまあキラキラ輝いてる高校時代との、まあ、ギャップですよね。でこれがまあ物語だからあえてしたっていうのもあるんですけど、まあ人生ってまあこういうもんですよね。まあなんていうか、子供時代っていうのは要は大人が守ってくれてることによってそういうキラキラした青春時代、まあ遅れてるわけで、まあ世界では子供の時から働かなきゃいけない人もいるし、恋愛なんかね悠長にできない、国の人もいっぱいいるわけで、ただまあやっぱり大人になってくると自分の足で、生き抜いていかなきゃいけないし、社会の荒波にも揉まれて、まあやりたいことだけやれるってことはまあないんで、いろんな方向にまあ流されるわけですよね。ただ、まあ、私はですね、そういう現実にこそ本当のドラマがあるというか、本当の希望があると思ってますし、まあ、このドラマもそういうことを伝えたいんだと思うんですよね。なんか空想のキラキラしたことだけを描く、まあ、恋愛ドラマって、まあ、いっぱいあると思うんですけど、そうじゃなくてこの現実との対比を見せたところがまず一歩目としてですね、このドラマのなんていうかリアリティというか、まあテーマはやっぱり恋愛なんで愛だと思うんですけど、それをまあ際立たせたわけですよね。現実の厳しさっていうものを見せながらですね、それがやっぱりこのドラマの第一のまあ素晴らしいところだと、まあそれがまあ私の感想ですよね。まああとまあ私、あ、まずですね、これは私ネタバレまあいつも通りありなので、もし見てない方いたらちょっとあまり聞かない、この際聞かない方がいいと思いますけど、まあ見たっていう前提でちょっとお話ししたいと思いますので、そこをご了承いただければと思います。まあなんていうか、この満島ひかり役の八重ですよね。八重は大学時代をミスキャンパスになったりするぐらいの美人なんですけど、まあ若い頃は八木莉可子さんっていう役者さんですよね。それがまあ今になるとタクシードライバーになってると、まあ普通だとなかなか考えられないですけどね、それだけの美貌あるんだったらもっといろんな仕事あるんじゃないかって思うんですけど、ただまあやっぱりそうもいかないわけですよね。事情があって結局子供を見送りしなきゃいけないとか、
子供が札幌にいるんでそこに近くにいたいとか、まあそういうまあやっぱりいろんなしがらみというか事情があった上でやっぱりそのタクシードライバーっていう仕事を選ぶわけですよね。ただこれが、まあ一見すると落ちぶれたっていうふうに見えるんですけど、実はまあそれがなんていうか運命で、タクシードライバーやってなかったら春道ですね、まあ今だ佐藤健がやってる役ですけど春道と出会わなかったんで、やっぱりなんかそういう意味があるんじゃないかと、タクシードライバーやったことにでもですね。で佐藤健もビルの警備員で深夜の仕事でまあ落ちぶれてるって見えるんですけど、まあそれをやったことによってまた八重にも会えると、まあそういうなんていうか人生の不思議さというかですねまあ運命みたいなものを俺感じるわけですよね。でまあ先ほどのまあいろいろ話したいこといろいろあるんですが、一つだけやっぱりもう一つ言っとくと、まあなんていうか私がやっぱりいい映画かどうかって判断する場合にやっぱりいいシーンがあるからですね。まあ感動するシーンって言ってもいいんですけど、感動もただ涙したり心震えるっていうだけじゃなくて、なんていうか現実を生きてる、まあ、自分ですよね、自分にまでも影響を与えると、映画見てる時だけじゃなくて普段の生活にも影響を与えちゃうぐらいの感動のシーンがあるかどうか、ただストーリーが面白いっていうのよりも私はその現実まで突き刺すような槍のような感動があるかどうかですね。でそれがやっぱりこのファーストラブ初恋にはありましたね。でまあ皆さん見た人はお分かりだと思うんですけど、やっぱりあの記憶をなくした八重が宇多田ヒカルの CD を聴いてだんだん記憶を思い出していくあのシーンですよね。あれはたまんないですよねもうほんとすごい歴史に残るような名シーンですね。でそのシーンをうまく表現した満島ひかりの演技力というか、もう それが素晴らしかったですね。表情が最初はまあ子供と一緒にイヤホン片方ずつ耳につけて、それこと自体が楽しいっていう感じでニコニコして CD 聞いたんですけど、なんかフラッシュバックするというか、でその片耳のつけるイヤホンっていうのが昔の、キスしたし、あの春道と八重がキスしたシチュエーションとまあ一緒なわけですよね。でそういうこともありつつ、あの宇多田ヒカルのファーストラブという音楽を聴くと、でそこら辺でなんかちょっと蘇ったんでしょうね。でその蘇ったのがただフラッシュバックだけじゃなくてですね、まあ現代今の春道とも結局その CD 聴くシーンではまあ告白するけど、まあ海外に春道行っちゃうよっていうことでまあ失恋したかみたいな感じだったんですけど、ただ昔の高校時代のことを思い出すだけじゃなくて、その現代の春道との結びつくとこまで思い出したような感じですよね。昔の記憶も思い出したけど、昔の記憶プラスあそれが今の春道とつながってるんだっていうところまで理解したというかですね、まあもし本当にこういうことあったらそんな瞬間で理解できるか分かんないですけど、まあなんか感覚的なものなんでしょうね。その難しいことを納得させるだけの満島ひかりの芝居、説得力あるの芝居でしたね。それ難しいシーンをよくやったなっていう感じですね。もうこれはもう私も何回も見ましたね。もう10回ぐらいこのシーンだけ見たかもしれないですけど、それぐらい素晴らしいシーンですね。でまあ今思い出すだけでもちょっとうるっときちゃうんですけど、まあいろいろもう本当に話せば長くなっちゃうんですけど、
私がですね、やっぱり一つ話したいとこ、まあ、ちょっと不満っていうとこにもなっちゃうかもしれないですけど、やっぱり満島ひかり素晴らしいんですけど、佐藤健の方がですね、まあ私ちょっと、まあ男なんで男目線になっちゃうっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっと物足りなさを感じたっていうのもありますね。まあ監督ですね、勘竹ゆりさんで女性の監督で脚本もこの方なんで、どうしてもちょっと若干女性目線の方になっちゃって、男性側から見るとちょっとうんという思っちゃう部分もあるんですよね。まあなんていうか、男の方は例えば八重が、まあ、結婚した役の人は向井理で、で八重のお父さんが井浦新さんっていうんですかね、まあ、両方イケメンで背高くて、まあそんなイケメンばっかり、ね、恋人が佐藤健でって、木戸大聖っていう人も非常にいい役者だったんですけど、若い時の役者もなんかイケメンばっかり出して少女漫画みたいな感じも、男目線からするともなきにしもあらずですけど、まあそういうことを言っといてですね、うん、まあ男目線で言うとやっぱりですね、もっと掘り起こせると思うんですね。この春道の立場からの葛藤っていう、八重の葛藤っていうのはよく描けてるんですけど、春道の葛藤っていうのはですね、もっと葛藤があったはずなんですよ。八重はまあ記憶なくしちゃうんですけど、春道はずっと記憶があるわけですよね、あの八重との思い出を。でまあ結局事故を起こして、まあ春道は自分の責任だと思うわけですよね。でそういうことを抱えつつ、まあ自分の責任なんで、もうお母さんにもね厳しいこと言われて、もう近づかない方がいいのかなって思いつつ、でも忘れられないし、まあ自衛隊でね働くぐらいだから責任感の強い男なんで、まあ私はその葛藤をちょっともうちょいちょっと描いてほしかったなっていうのが正直なところですね。だから皆さんもしかしたら疑問を同じように思ったかもしれないですけど、なんで春道は八重に俺は昔の恋人だよって言わなかったのかっていうのがちょっと疑問に思ったんじゃないかなと思うんですよね。まあ私も思いましたし、まあ理屈で考えれば、まあ、さっき言ったみたいに、八重の記憶をなくしてしまうぐらいの事故を負わせたのは自分の責任だっていうふうに思ってですね、もう近づかないでおこうと、自分の責任なんだからっていうふうに思うんですけど、まあなんで、まあ記憶なくして八重も春道のことが好きなんだから、いろいろ事情を話したらいいんじゃないかって、まあ単純に思っちゃうんですけど、だからそこをなんか疑問に思わせないような説得力ある、まあ芝居というか、もしかしたら監督がまあそういうことを望んでなかったのかもしれないですけど、まあ男目線からするとですね、その葛藤ですよね。なんで それ言わなかったのかっていうと、当然佐藤健の、ま、春道のいろんな葛藤があるわけですよね。でまあ私のこっからまあ想像にもなっちゃうんですけど、まあまず事故があったと、八重は記憶をなくしましたと、で自分のことも忘れてしまいましたっていうことでですね、でまあ最初は何とかしたいと思うわけですよね。八重のために自分のこと分かんなくても助けたいと思うんだけども、まあ八重のお母さんの、まあ、小泉今日子が演じてるお母さん役の人から、まあ自分がやるべきことをやりなさいと、まあ距離を置いてくれっていうふうに言われるわけですよね。でまあそれの方が八重にとっても幸せなんだと。で結局まあそうすることによって、まあ、結婚もできたわけですよね。まあ最初はですね、楽しい結婚ができたと思うんだけど、まあ結局はまあ離婚しちゃうと。
で子供もまあ最初は自分が育てるつもりだったけど経済的になかなか苦しくなってお父さんの方に引き取ってもらうっていう、まあそういう感じになるわけなんで、まあやっぱり自分が離れた方が八重にとっては幸せなんだっていうふうに春道は思ったわけですよね。まあいろんな葛藤がありつつも、まあそこの葛藤ですよね。多分これ感情的なことより、まあ男って結構理屈で考えるものなんで、これがもしまあ私だったとしたらですね、じゃあ自分が近づいた方がいいのか離れた方がいいのかっていう、まあ葛藤だと思うんですよね。まず自分の好きか嫌いかの前に、その理屈として正しいのか間違ってるのかっていうところの葛藤が見えるとよかったんですけど、やっぱりまあ事故を負ってしまったのが自分の責任だとしたら、まあ八重の人生これからどうなんだっていうことで、まあ幸せを、八重が幸せになることが第一っていうのはまあ当然春道としては考えると思うんだよね。じゃあどうしたら幸せなのかで、自分は男であり、まあ元彼ですよね。元彼が八重の周りに助けようっていうつもりだけだったとしても、うろちょろするのは結局八重にとって迷惑なんじゃないかっていう、それは思いますよね。それかまあ結局このドラマのエンディングみたいに、じゃあ自分とくっついてっていう風になるのがいいのか、そのチャレンジをしてみよう、いろいろ話してチャレンジしてみるのがいいのか、ただそれを話したところで八重はどう思うかですね。まあそれだけお互い好き同士だった人がいたっていうことが分かったとして、でも今好きじゃないとなった時に、まあ単なるなんていうか重荷にしかならないんじゃないかと。しかも自分を事故に、まあ実際にね、その春道のせいで事故起こったのかどうかっていうのはちょっと疑問なんですけど、そういう自分の事故にあったっていうこと自体はまあ嫌な思い出だと思うんで、嫌な思い出の原因みたいな人が本当に、近づくのがいいのかどうかとか、まあいろんなやっぱりことを考えますよね、春道の立場だったとしたら。でまあ幸せだったら、まあ、離れた方がいいだろうと、まあそういういろんなまあそういう葛藤が欲しかったってところですね。葛藤がありつつ、まあ結局佐藤健はまあ春道ですね、春道は八重は自分のこと好きだって言ってくれるんですけど、まあ離れちゃうと。あの決断もなんでかっていうのはちょっといろいろ思いますよね。あれなんでだと思います私もまだなんていうか結論出てないですけど、ね、お互いだんだん近づいてきて、まあ、彼女とも別れてすっきりしたし、ただまああれが自分だったとしたらっていうのを考えるとですね、まあ私あんなにモテることはないですけど、なんか分かるような気がしますね。まず今の彼女に対して別の好きな人がいるのに付き合ってるっていうことに対して、もしかしたら相手はいいのかもしれないですけど、それがなんていうかいい結果、いずれいい結果になるとは思えないですよね。
自分がまず相手どうこう、相手がどう思うかっていうより、自分が不誠実な対応をするっていうことがお互いにとっていいわけないっていう、そうなんですよね。自分が誠実であろうっていうことだと思うんですよね。だ今の彼女との間がまあ自分にとっても相手にとってもしかしたら居心地のいい場所だったのかもしれないですけど、誠実な場所ではなかったっていう感じですかね。ですので、まあ私がこのドラマにいて思うことの大きなことの一つの感想でですね、まあ、恋愛ドラマとしてあんま捉えなかったっていうことの一つは、結局は自分の心の問題だっていうことなんですよね。恋愛でも家族でも友達でも、まあそれが外側から見てどうなるかっていうことじゃなくて、自分の心がどう考えてるか、自分の心が純粋であったり誠実であったりっていう風にすることが大事だってことですね。だからドラマの中のセリフでも、その恋愛がなうまくいくか、失敗するかじゃなくてっていう、まあそういうセリフがあったと思うんですけど、だから失敗成功も関係ないし、その時の自分の心がどうなってるかっていうことが大事だってことですね。心が本当に純粋であり誠実であり愛情あふれてるものであるっていうことが、まあその結果どうなるかっていうのはまた別、どうでもよくて、自分の心が純粋であり誠実であるっていうことが大事なんだと。でそうすることによって自分の人生はもう外側からどう見えようとも豊かなものになるという、まあ私としてはそんな結論の感想を持ちましたですね。だからそういうふうに捉えると、まあ、同じようなことを春道が考えたとすると、まあ結果が例えばまあ今の彼女とくっつこうが八重の方とくっつこうが、そういうことじゃなくて、自分がどんな人に対しても誠実であることを通そうっていう、ことを考えてまず彼女と別れたと。で八重に対しては何ですよね、そこはもう何て言うか、散々葛藤してきたと思うんですよね。もしそこでくっつくぐらいであれば、もっと前の段階で八重にも話したりしてたと思うんですけど、もうそこは何て言うかですね、まあ、自衛隊っていうところともちょっとつながるんですけど、なんていうかもう自分の人生ある道は捨ててるっていうところがどっかにあったような気がしますね。とにかく自分が誠実であることを通すことによってでしか八重は救えないと、とにかく祈り続けるっていうかですね、自分の心からすると八重とやっぱり寄りを戻したいっていうか、くっつきたいし少しでも時間共有したいっていうことあると思うんですけど、そういうことじゃなくて八重の幸せを願うっていうところにもう 100% 持っていくことっていうのは、逆に離れることなんじゃないかと。でしかもまあ警備員、まあ、私は警備員も素晴らしい仕事だと思ってるんですけど、まあそこが、結論としてはちょっと不満なところもあるんですけど、まあそれはちょっと置いといて、まあ、春道はもう一回、飛行機に乗るという、まあなんていうか、夢というか、もう一回なんか自分のチャレンジしようっていうのを八重の接することによって、もう一回ちょっと取り戻したっていうところも、あると思うんで、それは八重の幸せは願いつつ、ただもうそこはやっぱり、自分も諦めをつけることが八重のためにもなるんだと思って、で自分の道を歩もうっていうことを、自分が情けない姿見せたくないと、自分がしっかりすることこそ
まあ、八重の幸せにもつながるっていう風な結論につながったような気がするんですよね。自分の心を、本当にまっすぐなものにすることが八重の幸せにもつながるっていうかですね、まあそんな結論になったんじゃないかなと、思うんですよね。ただそこに自分の意思とか自分の考えを超えたものにまた運命っていうものがあるんですよね。まあなんかで書いてあったんですけど、あの望みっていう、あれなんか 人工衛星かな、探査空気でしたっけ、火星探査の、まあそれもなんていうか晴れ道の望みに例えてるんだっていう、感想が書いてありましたけど、結局あれが探査機が火星っていうのは、まあ八重の失われた記憶をですね、晴れ道が小さな望み託したものが最後運命の扉が開いて八重の記憶を取り戻したと。だから宇多田ヒカルの CD っていうのもですね、あれ何なのかっていうと、結局あ持ってけ持ってけって最後佐藤健さん言うんですけど、最初例えば自衛隊と、まあ、八重は大学行って、離れてる間宇多田ヒカルのあの CD をずっと聴いてたもんですよね。晴れ道は聴いてたけど、やっぱ事故で記憶失って、あれを聴くのすら怖くなったんじゃないかなっていう、晴れ道はそう思いますね。宇多田ヒカルのあの思い出の CD も聴けなくなって、だんだん聴かなくなってきたけど、あのもの自体は捨てられずにいたというか、大事に持つっていうよりはなんか捨てられずにいたっていう感じだと思いますね。だからそういう晴れ道の、今までの我慢とか、やっぱり愛情、本当の愛情って時間かかると思うんですよね。高校時代の恋愛っていうのは、まあ、みんなが、陥る病のようなもんで、瞬間的なものだと思うんですけど、やっぱり春道がずっと持ってきた長い時間であり我慢であり、八重のことをずっと考えてきた、心に秘めてきた思いっていうのが、だんだんそういう恋愛をなんていうか本当の愛情みたいなものに育んできたっていうか、でそれがまあその宇多田ヒカルの CDにこもってたっていう感じですかね。晴れ道の今までの人生が詰まってたものが八重が今聞くことによって、なんて記憶を取り戻したっていうかですね、まあそんなことのような気がしますね。まあ長くなっちゃうんですけど、まあその晴れ道の葛藤っていうものをですね、もし描けてたらもっとすごいのができてたなっていう感じもちょっとしないでもないですね、男の目線からするとですね。まあ本当微妙なとこなんですけど、まあこの結構セリフ、このドラマ喋ってるようで、大事なことはこのドラマは言葉にあまり出してないですよね。心に秘めた思いとか、ちょっとした表情とかっていうのこそがこのドラマの大事な肝ですよね。そういうのが海外の人にも伝わったんじゃないかなと思うんですよね。言葉より行動であったり、思いっていうのが、それこそまあ日本のドラマっていうふうに捉えてくれたんじゃないかなと世界の人は、思いますね。まあ、長くなっちゃうんでちょっとこの辺にしたいと思います。とにかくこのドラマ見てほしいですね。今日はありがとうございました。失礼します。